今日のお題はロワガキだよ。ロワガキ、名前から柿の石だとは思うんだけど、ロワって何かわからないね。それじゃあ説明していくよ。ロワガキは柿の木か柿の貴族の落葉半落葉低木だよ。原産は中国中部だね。名前にもなっているロワは漢字でこう書いていて、真っ黒に熟す実の様子をカラスになぞらえて命名されたんだ。ちなみにロワが発音しにくいからかロヤガキで流通してたり、長めの下手を羽付きの羽になぞらえつくばねガキと呼ばれたりもするよ。なるほどね。それで味はどんな感じなの？表面は黒色で果肉が少なく、中身のほとんどを種が占めているんだけど、果肉はとても渋くて食用にはされていないそうだよ。それじゃあ何に利用されているの？基本的には庭木や盆栽などの観賞用として栽培されることが多いね。確かに観賞なら果実の味は関係ないもんで、ね。